どうも、エズダレットです。前夜祭とうとう来ましたね。試し打ちはできないもののスペシャルの性能とか見れるので、めっちゃワクワクしますね。今回は新しいスペシャルの性能の再確認と、それぞれの対策を予想していきたいと思います。あくまで今までの動画と公式の情報によっての仮説となります。では結構長くなるので、早速見ていきましょう。新スペシャルの性能と対策を考えてみましょう。まずはグレートバリアです。大型のバリアを発生させる装置を足元に設置する。バリアは外からのイング攻撃を防ぐが、相手自体の侵入は防げない。内部の装置や頂上の部品にダメージを受けると早く壊れてしまうという効果になっています。で、これを考察していきたいと思います。やはり破壊可能でしたね。外側からの破壊としては射程を生かしたメインであったり、ボムを当てる必要があるかと思います。内部侵入もできるので、場所が良ければうまく誘導できそうなスペシャルになりそうです。動画では歩行障2発で、これに関してはちょっと倍率が高いのかもしれないですが、破壊されていたので耐久値は200ぐらいになるんじゃないかなと思います。2のデータを参考にですね、出してます。倍率が上がればこれが2倍であったりで、400とかになるかなと思います。まあ、耐久値はいずれにしても低そうな感じはしますので、時間稼ぎで使用するのが良さそうな感じはします。気になるのは味方のインクはバリアをすり抜けるのかどうかですね。これがなかなか確認できてないので、それによってやることが増える減るという状況が出てくると思います。まあ、バリア内しか効果がなければ強制的な怠慢ですね、それを張ることが出るとできるようになると思います。で、こちらの対策なんですが、なるべく設置した瞬間にボムやメインで破壊を試みるというのが一番だと思います。展開した時結構時間かかるんですよね。なので相手が置いたなっていうところにボムさえ置いとけば、先にダメージを与えることも可能。それだけ早く壊せるようになるかと思います。もしかしたら無効になるかもしれないですけどね、やってみる価値はあるんじゃないかなと思います。あとは発動した後、てっぺんに対してメインだと体を隠せない状況が続いて危なくなりますので、火力の高いボムを活用するのが一番いいかと思います。バリア内に入るのもありかなと思ったのですが、そもそも味方の援護を受けれなくなることが考えられますので、外からの破壊を試みるのが一番安全と言えると思います。続いてはウルトラショットです。回転しながら飛ぶ強力なショットを最大で3回発射する、3発のインクが同時に射出されるという効果になってます。マチホコショットのような大きな弾が飛んでいくのが特徴ですね。着弾すると大きな爆発も発生するので、周囲を巻き込める可能性がありそうです。貫通するシーンもあるので、3つの弾が壁に当たるかどうかが重要そうです。ただし着弾した部分しか濡れてないので、足場が悪いところで注意は必要となります。正面に立つのはなるべく避けたいというところですね。あとはイカロールを使えるように横への移動で避けることを意識するといいかもしれないです。縦の動きだと避けた先に着弾することも想定できるからですね。あとは壁を後ろにするのも避けておきましょう。着弾の際に爆風によってやられる可能性があるからです。とにかく壁に隠れているのがいいかもしれないですね。触腕だ。インクをまとった姿に変身し、触腕を伸ばしステージを飛び回る。R で壁に張り付き、ZR でメインウェポンを使用できる。インクが切れると変身が解け、元いた場所にスーパージャンプで戻る。まあ、壁であればどこでも行きそうなので、裏取りを狙えるスペシャルになると思います。実際の動画でもマップの壁、一番左の壁とかを掴んでいて移動してたので、まあ、かなり広範囲に動けるのではないかと思います。密集している時にうまいこと後ろに回れれば挟み位置も可能そうなので、まあ、そういった面でも強さを発揮できるのではないかというところです。動きの遅いスペシャル相手には後ろに回って邪魔ができそうな感じはします。ただし時間が短そうなので使いどころが難しそうです。移動の際にイカの前に風をまとっているようなので、突進ダメージがあるのかっていうところも気になるところですね。それができるのであれば直接敵の方に突進していくということも考えられます。あとはイカちゃん自体を掴むことができるのか、まあ、これがあったらあったで結構危険なスペシャルになるのではというところですね。では対策、移動中にダメージを与えることができるのであれば積極的に撃ち落としたいところかと思います。
また食腕を連続で使用するにもクールタイムが多少ありそうなんですよね。また次を狙うにしてもマップを把握しておかないと次どこに行くっていうのは狙いづらいような気もしますので、空中に浮いて次移動しようかなっていうところを抑えるのが一番効果的な気もします。意外と移動しながらのところを撃つってなるとエイム力が求められるので、確実に止まる瞬間を狙うのが一番いいのではないかと思います。とりあえず食腕弾の武器は抑えておき、裏取りに注意することが重要になると思います。続いてはポップソナー。ウェーブを生み出す装置を設置し、隠れた相手を炙り出す。ウェーブは地面を伝わり、触れた相手にダメージを与えマーキングをする。ジャンプをすればウェーブをかわすことができる。設置型のスペシャルとなりますが、1秒に1回ぐらいで広範囲のウェーブを発生させているように見えます。ダメージは約30ほどというイメージですね。インク影響を受けてキルしていたのでそれくらいかと思います。だいたい三角になってましたもんね。で、無理やり体を出させるスペシャルなので敵が隠れやすい位置などに置くと効果を発揮しそうです。壁を伝っているのも動画で一瞬見えたので、高低差はある程度無視して伝っていけるのではと思います。なので壁にひっついて逃げるというのはあまり得策ではないかもしれないので、ウェーブが来るのを見つけたらとりあえずその場からまずジャンプをするということが重要になると思います。で、こちらの対策なんですが、一定の範囲に対して効果があるスペシャルとなりますので、この範囲に入らないということが一番重要かと思います。まあ無理にでもバレる可能性がありますからね。策定されなくてもジャンプした瞬間でバレますので、とりあえず距離を取るのが大事だと思います。壁にひっついての対策も効果はないかもしれないので、なるべくその場から逃げることを優先してもいいかと思います。ただウェーブがかなり低めなので、ジャンプをしないといけない場合は少しでも見バレを防ぐためにイカ移動の状態でジャンプをしても避けれそうな気はします。うまくいけばイカロールでも回避できるかもしれないですね。続いては吸引機。相手のインク攻撃を吸い込むほど強力になるインク玉を放つ。 ZR で空気の渦を発生させて相手のインク攻撃を吸い込む。メーターが満タンになるか一定時間が経過すると ZR を離してインク玉を発射できるという性能になります。まあ、考察としては相手のインクを防ぎ攻めに変えるスペシャルなので、いかに防ぐかっていうのが重要になると思います。吸引しきれなくてもインク玉を放てるのはありがたいところですね。ただ吸引機の範囲があまりにも動画では狭そうなので、まあ、狭い一本道とかそういったところで吸引している方が一番効率よくいいかと思います。動きも結構鈍そうな感じだったんでね。インク玉に関しては直当てで貫通する弾が打てるので、積極的に直当てを狙いたいところですね。着弾してからも大きな爆発が起きるので、取り逃がしたとしても敵を一掃できるチャンスはありそうです。対策としてはスペシャル中は無防備そうな感じなので、吸引機によってイカちゃんがダメージを受けないのであれば後ろを取るのもありかと思います。インク玉の発動条件が1点以上貯めるか時間経過なので、あえて吸わせず後ろに回るのが最適な気がしますね。あとはサブウェポンのインクを吸えるか吸えないかっていうので大きく変わってくると思います。吸えないのであればサブを投げて倒すということが可能なので、メインで対応するというよりかは横後ろを取るか、まあ、サブが可能であればサブという選択肢になるかなと思います。続いてはメガホンレーザー 5.1 ちゃんです。メガホン型のレーザー発射装置を6つ配置し攻撃する。相手のプレイヤーをロックオンすると装置が自動で追撃する。発動中もメインウェポンやサブウェポンを使うことができる。展開した時にチャージャーのような射線を出した後ロックオンすると自動で追尾するスペシャルとなります。ものすごく一瞬なんですけど、最初点線の射線が出てます。これがロックオンする準備となるところですね。で、動画では倒した後に別の敵を追尾しているように見えるんですよ。横に投げ払いをするような動きになっているので、まあ、これは敵の位置の特定にもつながるかなと思います。さらにダメージは一発で倒せてないところを見ると一発2、30ほどで一撃で倒せているように見えるのはこの6発全部1回当たってるんですよね。まとめて当たってるのでそのように見えるっていう感じです。
実際スローモーションにすると多段ヒットっていうところになります。なるべく6発を1人に当てる必要が出てきそうです。分散すると火力が落ちるからですね。さらに動画ではハイプレのように壁を貫通するようなので威力減衰も気になるところです。対策としまして、とにかく味方との被りを防いで最低限の被害で済ませることが重要かと思います。味方の反対側かつマップの外側に向かって動くのが良さそうですね。とりあえず被せないということです。ハイプレも巻き添えがよくありましたので、そのあたり注意が必要ですね。あとは立体的、縦の空間を使うというところですね。そのような動きで避けるということもありです。ハイプレと同じ仕様であれば地面を横に使って避けるというよりも立体的に避けた方が逃げやすいというふうに感じます。ダメージも一撃ではなく多段ヒットのようなので受け続けないことが重要となります。あとはイカロールで横に避けるのもありですね。一発は被弾しても距離が取れれば生存できる可能性は大いにあるかと思います。結構追尾というか動きも遅いような気がしたのでね、一回避けてしまえばというスペシャルになる可能性も高いと思います。続いてはカニタンクです。加速歩行戦車に乗り込みショットやカノン砲で相手を制圧する。 ZR で連射ショット、 R でカノン砲を発射することは可能です。背中が弱点で ZL で移動形態に変形して身を守れるという効果になります。考察としては登場型のスペシャルのためか2種類の武器を使い分けることが可能となってます。移動形態になることで防御も兼ね備えているので後ろを取らない限りはかなり厳しそうかなと思います。ただし移動に関しては前後はかなり遅い印象ですね。動画でも前後に関しては一瞬だったんですが、そんなに速くなかったです。ただ左右の動くシーンに関しては最初からかなりスピードがありましたので、この辺りはカニならではというところですね。あと画面を反転させるのもかなり厳しそうな気はします。ここからは予測になりますが、ダメージは連射で三角っぽいのでヒル速は意外と早めというところです。カノンに関しては40くらいと想定しています。理由としてはカノン1発撃った後に連射2発で倒してたためです。連射と射程はズバ抜けてそうなので迂闊にまず近づかないということが重要なところだと思います。対策としてはとりあえず見つけたら体を隠すことに専念した方がいいかと思います。動きが遅いとはいえ連射性能に加えカノンの爆風も侮れないためです。正面から倒すことが難しくなることが想定されます。もし可能であればサブを積極的に狙って反撃する方がいいかもしれないですね。爆風ダメージはあると思いますし、何より当たった瞬間起爆とかしてくれたら対策として最高です。とりあえず爆弾がどういう風な反応をするかが一番重要になると思います。続いてはトリプルトルネードです。ガイド装置を設置した最大3箇所にインクの竜巻を起こします。 R でガイド装置を投げて設置するとその場所めがけて上空から竜巻発生弾が撃ち込まれます。考察としては動画を見ると投げてから2秒後には着弾しているのでかなりスピード感があるスペシャルに見えます。飛距離もそれなりにあるようなので敵陣を荒らすのにはかなり向いてそうなスペシャルだと言えます。足元に置けば自分にめがけて投げることもできるので近づいてきた敵を倒すには十分効果を早く出せるスペシャルではないかと思います。対策としてはスペシャルの発動にはガイドを投げるという条件があるためガイドをしっかり見ておく必要があると思います。動画を見る限り大きな弾が飛んでくるため見た瞬間その場から離れるのが大事かと思います。足元にレーダーが映った瞬間に逃げてないとデスするくらいのスピード感なのでとにかくその場から離れましょう。まっすぐ投げてるシーンもあるので倒そうとして近づくと足場に即設置をされて反撃を食らう可能性もありますからね。かなり見た目に反してスピード感のあるスペシャルとなってますので逃げるっていうのがとても重要になるスペシャルになるかと思います。速攻性から近づいて倒すっていうのは距離感次第ですね。見つけた時次第だと思います。続いてはエナジースタンドです。一部の能力を一時的に強化するドリンクが入った冷蔵庫を設置する。ドリンクは4本入りで1人1本だけ飲める。効果時間中にやられると効果は切れるがすぐに復活できるという効果になります。考察としては強化内容の予想として1速、2加速、アクション強化のメインギアが1ほどつくのではないかと思っています。
全体の速度アップにつながるので機動力が確保できそうです。これに関してはガチ歩行でもう反映されてるシーンがあったので、かなりルールによっては強くなるのではないかというところですね。しかも設置した冷蔵庫は縦にもできると公式にも書いてありましたので、置き場所によっては相手が攻めづらくなる可能性もあります。先ほど言ったガチホコとかでもルートに置くだけでも邪魔になると思いますからね。さらに強みとしては効果中にやられるとすぐ復活できるという点です。すぐってなると多分さすがに1秒とかないと思うんですけど、2秒くらいで復活できるんじゃないかなと予想してます。ただ効果時間がどれくらいになるのかは全く分かってないので、まあ、約20秒から30秒ぐらい維持するんじゃないかなという予想をしてます。対策として設置を防げるのが一番ですが、不可能に近いので近づけさせないようにボムやスペシャルで応戦するのが一番かと思います。壊すことも可能らしいのですが、耐久値も不明なのでとりあえず近づけさせないが一番ですね。さらに1人1回しか取れないという条件がついているので、いかに多くのイカに飲ませないかということが重要になると思います。これを見たらスペシャルの出し惜しみはせずに一気に畳みかけるのもいいかもしれないですね。復活の速さに関してはどうしようもできないので、スパジャンで応戦させないためにも相手をしっかり潰していくのが重要かと思います。では最後のスペシャルです。サメライドです。インクの力で進むフロートに乗って前方に突撃する。 ZR を押すかコースから外れると爆発してダメージを与える。考察としてはチャージした分だけ飛距離が伸びる特徴があるので、安心して貯める場所を確保する必要がありそうです。ただ気になるのは走り出してから相手のインクを弾いているため、倒せるチャンスがあるのはチャージ中のみの可能性が高そうです。そうなると無理やり敵の中に突っ込むことが可能になるので、発動さえすればかなり強そうですね。このあたりスーパー着地に似てるところありますね。ある程度条件が整えばもう無敵になる、まさにその状態と一緒かと言います。対策としては発動した瞬間にインクを溜め込むので、ドドドドドドドという大きな音がするんですよね。さらに発動すると同時にレールが先に見えるので、見た瞬間レールの上から離れるようにするのが一番いいかと思います。発動のタイミングで近くにいればキルは可能なのですが、逃げられる可能性もあるので意外と倒しづらいスペシャルかもしれないです。ただ本当に一度走り出すとダメージがないようなシーンがすごく気になるので、無理に抵抗せず逃げの一択を取るのがいいかもしれないですね。スペシャルを使った後大きな爆風もありますので、被弾してるとより逃げるっていうのが重要になってきます。ただそのあたりも考えておく必要があるということですね。ということで性能としては一応こんな感じになります。まあ、スペシャルに関してはまた修正は入ってくると思うんですけど、前夜祭から発売まで10日以上ありますので、少なからず何かしらの修正は入るかなと思います。ただ前夜祭の時とかそれ以降ですね、最高程度になる基本の情報になるかと思いますので、覚えておいて損はないと思います。それではせっかく新スペシャルが揃いましたので、スペシャルの組み合わせというものを考えてみたいと思います。ちなみに新スペシャルの組み合わせ同士ではなく全部ですね、を想定してとなります。まずはグレートバリアとエナジースタンドで、エナジースタンド枠に吸引機とかマルチミサイルですね。この組み合わせとしてはグレートバリアを壁にする、ちょっと耐久値の問題が気になっているので、壁にして時間のかかるスペシャルなどを無理やり発動する組み合わせです。バリアの耐久が本当に200程度なのであればかなり弱いので、補助に徹するのが一番いいかと思います。味方のインクがバリアを貫通するようであればショット系のスペシャルとも相性がいいかと思います。続いてポップソナーとナイス玉、ナイス玉枠にはウルトラショット、トリプルトルネード、ウルトラハンコも可能かと思います。でこの組み合わせとしてはポップソナーで索敵ができることと無理に体をさらけ出すことが想定できるので、キル力の高いスペと組み合わせると面白いと思います。ジャンプをさせるだけでも上手い人も単純に場所分かりますからね。それによってウルトラショット、トリプルトルネード、ウルトラハンコでがっつり倒すということも組み合わせとしてはいいかなと思います。特にウルトラハンコに関しては真正面に立たれて撃たれるだけでも結
こをやられるんですよね。辛いところなんですけど、まあ、相手が強制的にジャンプしないといけないとか被弾をしてるっていう状況を考えれば、まあ、多少ね狙われにくくなると思いますので、まあ、正面の隙間を抑えて倒せるっていう想定になります。ウルトラハンコがねそれで強くなってくれば嬉しいなというところですね。では続いてポップソナーとアメフラシです。ポップソナーのダメージを出すためにアメフラシで足場を奪ってジャンプさせない方法になります。ポップソナー単体では使うよりも効果は発揮する可能性があるので、設置した場所を軸に横断させるといいかと思います。とりあえずアメフラシを使って相手が引っかかっていたらポップソナーも投げるっていう感じでもいいと思います。アメフラシとサメライド、アメフラシで体の動きを鈍らせている隙にサメライドで一気に殲滅するという組み合わせです。これに関してはアメフラシ次第なところがありますが、サメライドに爆風があることを考えるとスリップダメージプラス爆風でかなりダメージが稼げるのではと思ってます。この組み合わせ意外とされるときついかもしれないですね。ただしアメフラシを投げるポイントによってサメライドのいけるいけない場所がありますので、そこだけ気になるところです。続いてはマルチミサイルとトリプルトルネードです。上空から最悪なコンボが可能になるかと思います。マルミアの索敵は3でも健在すると思いますので、その場所に逃げ道を防ぐようにトリプルトルネードを投げ込めばキルが取れる確率が上がると思います。マルミサで何人索敵できるかが鍵になりますが、めっちゃされたら嫌な組み合わせになりそうな気がします。というか考えただけであまり使われたくないですねこれはちょっときついな。で続いてショックワンダーとメガホンレーザー 5.1 ちゃんですね。ショックワンダー単体では正直裏取りとかきつくなってくるのではないかと予想してます。そこで注意をそらし、かつ敵を挟めるようにメガホンで索敵をし、ショックワンダーで挟み撃ちをするという方法になります。メガホンの性能次第ですが、挟まれた状況はかなりきついと思いますので、ショックワンダー単体でやるよりかは効果があるのではと予想しています。あとショックワンダーの能力次第なところもあるんですよね。敵にバレないかどうかというところもでかいと思いますので、使うタイミングがかなりシビアなのかなと思います。では最後、カニタンクとジェットパック。まあ、カニタンクの攻撃を避けようとして隠れた相手に対し、ジェットパックで追い打ちをするという組み合わせですね。まあ、この2つの共通点としては、多分発動したら狙われやすいという特徴もあるので、抑え込まないとかなりきついと思うんですよ。なので、まあ、カニタンク使ってるジェットパックでちょっと応戦しようってすれば、相手を追い込みやすい状況は作りやすい、まあ、力技に近いですねということができると思いますので、組み合わせとしては面白いんじゃないかと思います。ということでいくつか考えてみましたが、以前と違ってスペシャルの組み合わせ連携がしやすいように感じますね。まあ、マップ型どうなるか次第かと思いますが、個人的にはマルチミサイル、トリプルトルネードの組み合わせが地獄な感じになるかなと思いますんで、まあ、ちょっとね皆さんもいろいろ考えてみたら教えてください。では最後なんですが、まあ、性能と楽しさを考えてみて、全体的に発動後の速攻性がどれも高いように感じます。あと2に比べてスペシャルの危険度がめちゃくちゃ上がった気もするんですよね。ほんと必殺技っていう感じになった気がします。なので3になると環境がガラッと変わると思いますが、まあ、アップデによって性能が変わってきてバランスも変わるとかダメージアップ下がるとかあると思いますので、このあたりはね追ってやっていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今後スプラ3に関してもいろいろと考察系であったりとか、こういった解説系もやっていきたいなと思いますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。